2021年10月19日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつも大上チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは和歌山勝手に PR のほか、夫婦で滝を訪ねるシリーズ、そして熊野古道講座を開設しています。本日熊野古道松阪大島へを通りかかったところ、綺麗な虹が出ていました。急遽熊野古道の虹というテーマで話してみたいと思います。松阪大島をご存知の方は多いと思います。和歌山市から海南市に入ってすぐ、雲池に登る道、潮見峠に登る途中にあります。それではこの松阪大島の手前に小栗判官坪石という小栗判官が腰掛けたという石があったのをご存知でしょうか。今日はその話をしてみたいと思います。今日その石は所在不明となっています。その言い伝えを昭和59年3月建立の立て札のみが残されています。亀川百年史という海南市の歴史を伝える本にはこうあります。小栗判官坪石伝承地、史跡のところを示す坪石は、小栗判官が熊野湯の峰に行く途中にこの石に腰掛けたものといい、また小栗判官が豪病を患っていたため、土地の人はこの石に腰掛けると病気がうつると言って忌避したと言われる。現在付近にはこの石らしいものは見当たらない。判官は伝説上の人物であるが、日立の人で、父光重は足利持ち氏に攻め殺された時、遊女照姫、照手姫でありますに助けられて、遊行商人の藤沢の道場、東海道中の宿駅にあったそうです。そこで救われたのですが、判官の豪病を癒さんための女心の一条から、長い道中幾多の難儀を重ね、ある時は手を取り、ある日は箱車に乗せてはるばる熊野道を通ったのが小栗街道の名のゆえんであるという、哀れなる物語の地である。以上であります。坪石は小栗判官が腰掛けた石であります。それで病気に侵されていた小栗が座った石だから、病気がうつる里人にとっては不名誉な存在であったのでありましょうか。いつしかこっそりその石はなくなっていたと言います。熊の親父もこの坪石の伝承を知って狂ったように探し回りましたが、発見することができませんでした。そしてその所在を知る人にすら会えませんでした。小栗道と熊野五香堂であります。松阪大島が、あの上皇たちが立ち寄った場所だとすると、その少し離れたところに坪石伝承地があります。小栗判官と照手姫が苦労してここに立ち寄ったのでありましょうか。そして小栗判官が松阪大島の近くで休息していたのでしょうか。本日熊の親父仕事の途中、この坪石伝承地から綺麗な虹を見ることができました。雨が降っていましたので、たまたま運よく虹に出会ったというだけでありましょうか。私は慌てて坪石伝承地から熊野古道にかかる虹を撮影いたしました。小栗判官は目も見えず、耳も聞こえず、可能した顔は化け物のようだったと言います。照手姫は小栗判官だとは知らず、小栗が乗る箱車を引いてきたのであります。苦難の道は雨も降ったでしょう。寒さに震えたでしょう。そして彼らもまたこの虹を仰いだのでありましょうか。そんな妄想をする
熊の親父なのであります。熊野古道にかかる虹、お楽しみください。本日はここまでです。熊野古道にかかる虹、この虹を見た方、この動画に出会った方に幸運がありますように。このチャンネルが気になったらぜひチャンネル登録をお願いいたします。皆様に熊野権現のご加護がありますように。
さようなら。